皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。今回はですね、パズルじゃないんですけど、超難しいパズル並みの難易度のやばいプラモデルですね。これ紹介します。これね、周東成功さんの、1分の1寿司プラモバージョンマグロ。これですよ、寿司プラモです。ちょっとね、話題になってるので購入してみましたが、とりあえずね、見た目はお土産の寿司箱っぽくて、お箸もちゃんとついてるとね、ただ寿司の1分の1のお寿司ができるプラモデルです。いやこれねやばいんですよ。でまだね開けてないんで、どういう感じなのか早速開けてみましょう。箸はね実は全く関係ないんです。食べるもんじゃないんでね。さあこれをね、あこれ切らないとなのかな。ちょっとねハサミで切ってみてよっ。これがねでこれを外すのかな。これを外して、開けるところはここか。おじゃんと。いや本当にこうなってたマグロ。これは1貫なはずなので、どっちか選択式なのかな。で問題はこれですよ。こっち米粒が本当に1貫のお寿司の米粒のウェイト364粒ですかね。ここに書いてあったかな。これね、364粒入って、これを外してここに組み立てる寿司のプラモデルです。やばいですねこれね。相当米粒もリアルで、ちゃんとランナーに、米粒がランナーに並んでいる図を初めて見ますね。絶対見たことないわけですけど、これをねちょっとね作ってみようと思います。やばい、本当にやばいですね。でこれね今から組み立ててみようと思うんですけど、見たところ設計図みたいなのなくて、このマグロの2個はですねこうやって上下で貼り合わせるんですね。でこの下に米粒が適当に貼り付けてくださいと。だから結構作ってる人を見ると、接着剤で一粒ずつここにくっつけていってね、シャリの形を作ると、そういう風なものですね。いやーマグロがランナーについてるのもすごいですけどね。これを外してお米も外していってみましょう。とりあえず絶対これ米がなくなるな。ねランナーが片っぽについてる。これをねとりあえず切っていってみましょう。米をランナーから外す作業が初めてよっ。あ取れた米。いやーツヤツヤしてますね。炊きたて。おお。でまずこのランナーから米を外していきますよっ。結構細いから大変だな。しかも364粒ランナーから外さないといけないっていう、この何でしょう、修行よすごっ。あこれでもランナーニッパーなくても外せるのかな。あ外せる。あこれは気持ちいい。あ、これいいですね。あ、これ外れるんだ。トウモロコシの種を手でどんどん外すみたいな感じで外れますね。あ、これはいいな。おお、すごい。さあ、どんどん外していきます。とりあえず全部外してみて。すごい。これをただ全部つけると思うと。よくこんなのを作りましたね。まあこの作った周東成功さんっていうところはプラモデルも作ってるんですけど、プラモデルの金型を主に作るメーカーさんらしいので、この素晴らしい米へのこだわり、いやすごっ。どんどん外していこう。あこうやったら外れる。あすごい米が散らばる。どっかに落ちてても普通の米とプラモデルの米皮は区別がつかないですよね。2個目。普通にこの絵面だけ見るとただ単に行儀が悪い人すごい。米を拾って、よいしょ。あ、シャリで。さあ、米が全部取れました。すごい。透明感のあるめちゃめちゃいいシャリです。そして、マグロも外そう。マグロは綺麗に外さないとだな。マグロもテッカテカですね。赤身が。よっ。で、これは、あ、なるほど、こうかな？こうだな。こういう風に、はまって、で、ここにちょっとくぼみがあるので、ここにシャリをくっつけていくんですね。すごい。あ、これは、あ、でも接着剤をつけないとダメかな、ここも。そうですね。まずはちょっと接着剤でつけちゃいましょう。さあ、マグロはですね、くっついたので、いよいよここにね、シャリをつけていってみましょう。これを。いやー、マジですごいな。これね、ちっちゃい。364粒です。で、結構やってる人のを見たら、ここにね、接着剤をこう塗って、で、この中にどんどんくっつけていくという感じがあったので、まずはここに塗ってみよう。塗って、あとはね、センスらしいです。最初はでも適当でいいのかな。まあ、これであ、ついたついた。これでどんどんつけていって、あ、これつきますね。よ、もっと塗った方がいいのかな。すごいな。こんな感じで、あ、ついたついた。こんな感じかな。いやー、なんだろうこれ。あ、落ちちゃった。これで、あ、落ちない落ちない。で、ちょっとくっつけて、この上にこう、またね、塗っていってくっつけていけばいいわけですけど、シャリなので、ちょっとセンスというのはね、つまりやっぱり、ちゃんとね、綺麗に握ってあるような状態で、だから最初は適当につけて、だんだんとまとまりを出していく感じじゃないと、いい寿司にはならない。何を言っているんだ。よ。あ、でも結構、一粒ずつじゃなくてもなんとなくでこう、後でバランス取っていく感じでいけますね。ああ、なるほどね。あ、美味しそう美味しそう。で、またこれを塗って、こう上に塗っていってくっつけていけば、あ、これで結構作れるのかな。よっ。そんな感じはするな。よっ。ああ。ピンスチューじゃなくて手でいけるんじゃない？こういう感じで。お、意外と結構いける。これで後で形を整えていけばいいんですね。いやー、それにしても本当にすごい。で、固まって、あ、結構つきますね。もうすでに本当に、寿司。いやー、あ、わさびが入ってないや。わさび入ってないけど、まあ、いいですね。で、このままどんどんやっていってみましょう。おお。さあ、結構米粒をつけました。残りこのくらいで、寿司っぽくなってきましたね。すごい。で、こっからちょっとね、形を整えていこうかなと。で、触ってると結構ね、接着剤がやっぱりくっつくんですけど、ちょっとやっぱり米のね、多分接着面積が少ないんで、形を整えられるので、本当に、こっからお寿司みたいにこう、形を整えようと思えばできる。で、こう、ちゃんとね、平らになるようにしなきゃいけないので、こっからですね、あとは形を整えながら、綺麗なお寿司になるようにしていこうと思います。あと、バランスだな。で、これマグロバージョンなんですけどね、あ、飛んだ。サーモンもあるらしいので、お好きな方を作っていただければという。で、まあ米自体はね、全部使わなくてもいいというふうには記載してあったので、あ、塊が。どんな感じだろうな、バランス。もう1段分ぐらいいってちょっと形を見ましょうか。ということで1分の1寿司プラモやっと完成しました。いやー本当に寿司ですよ。お見せします。じゃん。おお寿司。どっからどう見ても寿司。いやすごいですよ。ほらこのシャリのこのなんて言うんですか、密度感って言ってもぎゅうぎゅうじゃなくてちょっと間に空気が入ってるような感じ。いやー寿司プラもできました。へいお待ち。いやーこれね、まあ意外ともっと時間かかるかと思ってたんですけど、このくっつけるのは結構ランダムにねくっつけてて最後の方で形整えるような感じなので結構短めに、どのくらいだろう、20分ぐらいで作れましたね。ちょっとだけ余ってますけど。いやーあとね、だからこうくっつけてある程度まだ動くのでこう本当に形を整えてしっかりこうねお皿に乗っかるようにすると見事なマグロの寿司ができます。いやマジで本当に美味しそう。ちょっとね塗装とかも必要って書いてあったんですけど、まあ多分このマグロの部分かな。でもこのままでも十分綺麗ですしね、美味しそうなマグロのお寿司に見えます。すごい。いやーこれは面白い。まあもう一貫ね買って作ったらねこう2貫並べて本当に回転寿司に並ぶような感じになるわけですけど、いやーこれねまあ非常に面白いですね。あと結構このシャリの形作る時に自分の好みとかがめちゃめちゃ出ますね。ちょっと小さめがいいんでもうちょっと小さめでも良かったかなっていう感じがしますけどね。いやー結構綺麗に握れたでしょ。すごい。ということでね今回1分の1寿司プラモを作ってみました。これはねまあパズルっぽいっつはパズルっぽいんですけど、それ関係なくめちゃめちゃ面白いですね。この米をつけていく感じが、この米プラモ自体が秀逸。これだってめっちゃいっぱい集めたらおにぎりとかも作れるわけですよね。おにぎりとかも出してくれないかなもっとでっかくなりますけどね。いやーぜひぜひね今日ご興味あればやってみてください。すごい。でプラモデルなのでちょっと今お寿司なんでお皿に乗ってますけど、ちょっとね回転台に乗せて最後撮影してみようと思います。